ルフテでーす。今日はね、福谷をね、また改めまして知ってもらおうということでね、質問コーナーを設けました。スタッフさんたちがいろいろ福谷に対する質問を投げかけてくれるので、あ、ここにカンペがございますね。はい、じゃあまず名前、福谷光正と言います。その名前の由来は、ばあちゃんが好きだったお坊さんがいるんですけどね、そこからパクりました。で、誕生日6月30日、血液型が AB 型と。天才が多いらしいです。兄弟は何人？弟が1人います。自分の長所、心が素晴らしいというね、自分でしか褒めてあげれないっていうね、ごめんなさい。短所は毛が薄いことと、まあ、しゃあないね、これはね。好きな色、黒ね。自分を色に例えると、ああ、これもね、黒。好きな音楽、パチラ音楽が大好きです。好きな季節は秋、秋が好き。芸能人で誰に逆に教えてください。最近のマイブームはね、最近僕パチスローをやっています。まあ前からやってましたけど、はい。身長はいくつ？身長170。好きなお店ね、中国式マッサージがお好きでございます。好きなラーメンの味、辛いのをねちょいちょい食べるんですけど、辛いのは別に好きではない。あのギトギトの油のね入ったラーメン好きです。よく使うアプリ、シテナ LINE でしょうか。最近誰かの職場のね、上司から早くシフトをくれと LINE が来ました。好きな飲み物、コーラが大好きです。メイクは別にしませんね。職業は栄養士。なってみたかった職業はプロ野球選手。学生時代の思い出は高校野球と。部活何やってた？野球でしょう。テストの最高得点、あ、これ僕ね、意外と学生の時優秀でして、100点とか結構ありました。ね、親父とね、かけてました。まあ、100点取ったら、1個の100点につき500円っていうね、そういう爆笑やってました。好きな教科、英語が大好き。苦手な教科は数学が嫌い。小さい頃の夢は僕、タクシーの運転手になりたかったです。好きなスポーツ、まあ、これも野球でしょうか。出身は、名古屋市中川区生まれでございます。携帯の待ち受けを見せてあげたいけど、そもそもこれ携帯で撮ってるんで見せてあげれないっていうね。アウトドア派？インドア派？僕はインドアです。好きなディズニーのキャラクターはプーさんでしょうか。プーさん好きね。やってみたいことはこれ野球やりたいと。ファッションのこだわりは特にない。得意料理は、あ、僕チャーハン作るの得意です。性別は男でしょうね。恋愛対象は男、女、同じでしょうね。結婚願望は、まあ、ありますね。恋したことは、まあ、それもありますね。睡眠時間は3時間とか、そんなんですかね。ピアスはどう見ても開いてないですね。苦手なものはあんまりないですね。どんな大人になりたい？もうおじさんです。聞かれて困る質問は、特にないですよ。習い事何やってた？僕、水泳、習字、そんぐらいかな。得意なことはこれもね、スロットだと。地元はどんなところ？あ、地元はね、こう、農村みたいでありつつ、都会が紛れ込んだ住みやすいところ。反抗期はありましたか？あ、現在も反抗期です。好きな野菜はレタス。好きな果物はバナナ。苦手な食べ物。これはね、キュウリがちょっと苦手かな。好きなおにぎりの具は紅鮭で。誕生日何して過ごすの？誕生日はありがたいことにね、こう毎回友達がだったり、こう家族だったり、なんかいろいろね、くれたりして、ね、こんないい年になってもね、ありがたい話でございます。何に一番お金をかけてるタバコでしょうか？一人で生きていける？生きてきます。最近泣いた出来事は、便器をぶつけて泣きました。最近起こった出来事、足に鍋ぶつけられ、ひどく気分が悪くなりました。最近嬉しかったこと、僕はご飯作ってる関係でね、ご飯をこうみんなに出すんですけどね、うまいよって言ってくれると、やっぱそれは嬉しいっす。魔法が一つ使えるなら、あ、髪の毛を復活させたいな。過去に戻れるならいつに戻りたい。これ高校生ぐらいに戻りたいです。人生で一番嬉しかったことは、高校の時にそこそこね、愛知県の県大会のそこそこ上のとこまで行ったんで、それは嬉しかったです。本当にね、今人生楽しい。人生は楽しいです。最後に自己 PR をどうぞ。福谷です。それではね、ちょっと長らく間隔は空きましたが、またまたちょっと頑張っていくんで、皆様よろしくお願いします。それでは、バイ。